クリック報酬型広告とは、特にインターネットの www 上における広告形態を指し、ある広告媒体のウェブサイトに設置された広告を、ウェブサイトの閲覧者がクリックすることによって、広告主が報酬を与えたり、広告掲載側が報酬を得たりする一元の形態を指す用語。クリック報酬型広告はクリックした時点で報酬が発生する。 広告の内容に興味を持った人を誘導できるという利点があり、検索連動型広告とコンテンツ連動型広告のほとんどがクリック報酬型広告である。現在のクリック報酬型広告は多様である。詳細はインターネット広告、コンテンツ連動型広告、追跡型広告、検索連動型広告などを参照のこと。 日本音楽著作権協会の主張によると違法なダウンロードサイトの運営者は違法な配信でアクセス数を稼ぎアフィリエート広告で収入を得ているケースが多いとしている。そのため2012年12月3日には日本音楽著作権協会と日本アフィリエート協議会はアフィリエート広告サービス提供事業者と連携してアフィリエート広告収入を目的とする。 違法音楽配信サイトに対して広告の掲載停止と広告料の支払い停止を行う方針を発表した。しかし、日本アフィリエート協議会は参加条件として公助領族に反するサイトの運営を禁止しており、著作権を侵害しているサイトも公助領族に反するサイトとしていることから2013年末現在のところまで上記を理由にした。 支払い凍結の事例は日本国内では一件もない。しかし、海外で展開されているサイトでは違法な配信でアクセス数を稼ぎ、アフィリエート広告で収入を得ているケースがアダルト動画やアニメなどを公開しているサイトを中心にいくつか参見され、著作権侵害による削除請求といたちごっこになっている状況がある。 著作権侵害による削除請求が増えてきたのに伴って削除請求を避けるために直接違法配信しているサイトではなくトレントファイルやファイル共有サイトへのパスなどを公開しているサイトにアフィリエイト広告をつけることが増えてきている。例えば海外で行われているサービスということになっている FC2 動画などでは動画投稿者と動画紹介者に報酬を払っており これを利用して著作権を侵害して無断で送信可能状態としその動画をアフィリエート広告府のサイトで紹介することで32収入を得るといったことが行われている実際それに関連して著作権を侵害した疑いで送検される例も出ているクリックで広告収入が入るため見ているページに浮かび上がらせて追尾する オーバーレイ広告のような手法が取られる場合がある。このような広告は、嫌悪感を抱くユーザーが多く規制の動きがある。ありがとうございます。